平安時代より行われてきた荒行、千日解放行に新たな修行僧が挑みます。この行では7年間延べ1000日間山の峰々を歩き、地球一周分の距離を歩くと言われています。天台宗では1885年以降46人だけが満行まで達しています。もし途中で修行が続行不能になった場合、自ら命を絶つことが掟づけられています。これから始まる修行のため不動明王に祈祷する。そしてこの大いなる道のりを歩き、生き仏となった先人たちを万行への報道に転ぶ触りを乗り越える忍耐力を我に与えたまえ、彼らの心の導きと祈りがこの7年間我と共にありたまえ。千日解放行は人々が眠る間に行われる。日中は寺のお勤めがあり、行を行う時間は夜中しかない。新たな時間の使い方を受け入れ、体を慣れさせなければならない。これは身体が潰れないための条件である。千日解放行の目的は礼拝であり、あらゆる仏様と人々の幸せを祈る。過酷な肉体的な試練は行の前提であり、長い礼拝の道のりは手段でしかあらず目的ではない。実際千日解放行を完全に終えることはない。千日目を歩くことなく行は終了し、残した日数分を一生かけて消化していくのである。これをルズー文といい、経典を分けた最後の部分で教えの趣旨を流れ通わせ広めるためのことである。体は衰えても心は変わらない。万行のことばかり考えても意味がない。目先のことをしっかりこなしていく。長い目で見ていながら小さい目標を立てていく。限界は自分で決めるものである。考え方はアスリートに近い。記録が出たとしてもアスリートはそれに満足しない。その瞬間は嬉しいかもしれないが、そのさらに上を求めていく。それは千日解放行にも通じるものだが、我らが求めるのは記録ではなく光である。